やハローどうもこんにちは、アニメリアク職人ことマジ大道芸人浜です。現在5月29日月曜日の午後4時5分ですね。はい、録画しておりました可愛すぎクライシス8話ですね。テレビ画面各地がキャプチャー編集しましたんで見ていきたいと思います。はい、現在冬、春アニメ2位です。めちゃくちゃ面白いですね。はい、なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからんタイミングで広告入ってくると思いますので、できればちょっとそれを我慢していただきながら同時視聴していただくか、もしくは普通に見ていただいた後で、あ、このシーンではこんなリアクションしてはるんやなっていうのを見ていただければと思いますのでお願いいたします。はい、ではいきます。3、2、1、スタート。もうこの BGM めっちゃ好きやねんけど、トゥ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 ンテン。こっからのこのゆるい BGM ね。ミャー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 。まあ確かにペットってどうやまあもちろんそのね、自分がどの動物が好きかっていうのと、まあこれにもよりますよね。もう前回のアザタス軍勢ぞろいおもろかったな。ガイムルーっていうのはガルミルーの親父なんかな、そこ気になったけど。そこのオープニングでフィアナがこの後に猫耳ついてるのもおもろしね。前回私も猫に好かれたいニャンとか言ってたからね。A パートです。3、2、1、スタート。巡り合い。まさむね。そういうことよね。この犬のお姉さんって名前あんのかね。一話からできてるもんな。猿富士、なんて読むよこれ。
いい話だね。虫歯治った。虫歯関係ない。なんて言うか猿夫人なんて言うか七絆って書いてなんて言うか、あ、東光彦と東朝良ね。17匹目。2年ぐらいかな。マゾやろう。ネギマレだけか。ネギマとミツロウやったな。自然とは小町。勉強したくさんいます。よし。
はい、では B パート3、2、1、スタート。カオルさんじゃないだけか、うん、ああ一人でね、ああカオルか、まみずかカオルか、うん、彼女じゃないか、まみずかね、たぬき塚って書いて、サメイくん、ラビットね、ウサギカフェか。ウサギも可愛いからね。でウサギは飼育が難しいんだっけか。大根小芝居さあ リザはどんな反応を見せるのかね。ラストは思えばいいな。メルヘルム店員サメイ、なんでもやこれ、サキヒト、6話や。
復活できなかったリザさん。あ、アレルギーか。先生、ラスター猫アレルギーだな。コロやん。ああ、甘水かい。香る。まだ告白していない。ウサギ界。3番手ないね、ウサギは。なんで聞こえてんねん。サメイハフ、え、波風。ごっついガタやな。歌っち。歌っち言うんや。動物ってこれよね。
逃げた。ちょっと面倒くさくなってる。ああ、もうタッチしたね。今タッチしてるよ。オチ親父かい。あ、終わった。あ、冷えじゃねえたんだね、あの猿富士。ちょっと後でもう一回キャスト目指します。これ何？ハムスターじゃないやろ。これハムスターやね。あーあーあ、かわいいこの猫。座っとる。これはインコかな。犬2匹か。ああ、これハムスターが袖から出てきてるね。これはなんか、ま、マルチ。ああ、かわいいなこの猫。2匹、犬2匹。あーと、これ何だっけな、犬の種類出てこへん。あー、いいね、これハムスターやね、これ。あ、ハムスターやね、ハムスターやね。やっぱ今回ハムスター多いね。そう、ぬるまるまず出てくるから、ぬるまる。ニャンボリ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 でモッフィーモッフィーニャー。ここのリザ好きやわ。はい、次回予告3、2、1、スタート。日陰者。じゃあちょっとあの、キャストを見させていただきます。あれ、ササラって富田美優さんやったのか。そうか、そうやったか、ササラって。で、小町上田美優さんね。で、まみずかが小林千秋さんで、サメイ、サキヒトでもない。あれ、梅田修一郎さんね。はぁ、あ、はぁはぁ、可愛いだけじゃない、しきもりさんのね、名前飛んだぞ。あれあれね、まあまあ、あの主人公ね。あ、名前飛んだ、ほんまに。あれ、可愛いね、しきもりさん、しきもりさん。あれ、名前飛んだ。他はあれ、あれ、まあいいか。
で、あれ立木文子さんだから、あのマッチョ親父どこに誰突っ込んでんねんこれ。はい、まあ、ということで、まあ、今回はその動物とはどないして巡り合うねんっていうね、まあ、巡り合うっていうサブタイトルでしたけども、まあ、自分がね、あの、まあ、猫ね、小学校6年の時ですわ。まあ、3個上の当時中3の兄貴がですね、友達にもらったからって子猫を連れ帰ってきましてね。まだほんま これぐらいのサイズだったかな。で、まあ、それがまあ、出会い、うん、でも兄貴と2人で、お父さんとお母さんにバレへんように買おうぜとか言いながらも、すぐにゃー言われて、すぐバレましたけどね。で、まあまあ、許可をもらって買うことになったっていうのが、まあ、うちの猫との出会いでした。でも、自分も20年ぐらい前にハムスター買ったこともありましたけどね、やっぱハムスターって寿命短いですし、やっぱ死ぬとね、悲しいんで、自分はやっぱり飼えなくなりましたけどね。うん、で、なんて思うかな、これ。サルフジ、なんて思うの、これ。七絆って書いて何でもやるな、これ。七なかな、それとも七無視って絆かな、ナズナとかかな、まあちょっと分からんけど、のちょっと出会いの話はちょっとちょっといい話ぶっこんできましたね。うん、まあ暗かった自分のために親が、まあ出会わせてくれたと。あれって何、里親フェアかなんか、そんななんかな。でそこでまあもう一目惚れしたっていうことだったね。まあおかげで外に出れて、友達もできて、虫歯も治って虫歯関係あるかっていうツッコミよかったですね。で、まあ、あとハリネズミのね、なんつった、 なんかドエスマ、なんとかマゾ野郎言うたね、あのササラね。で、まあまあまあ、さまざまな出会いがあると、まあ当然ね、まあ、そんな中でウサギというものに興味があって、んちゃカオルに勧められたっつったか、ウサギカフェを。でウサギのとこ行ったら、もうあの全員メルヘンの世界入ったらおもろかったね。復活できなかったリーダーが返されたらもおもろかったし、まあそしてね、そのサメイ君、サキヒトっていうんかな、があのそのね、自分の飼ってる モモちゃんでしたっけか、の魅力を伝えようと頑張って、こうあのあーちょっとめんどくさーってなったらもおもろかったですよね。だから次回あれかな、まあガルミはまあええとして、ラスタのあのアレルギーをどないするんでしょうね。なんか次回ウサギ飼いそうやね、ガルミが。はい、ということでですね、まあ僕はこの冬アニメ第2位にしますけども、もう揺るがないおもろさですね。むちゃくちゃ好きです。今回もおもろかったね。はい、でまあでオチが親父っていうね、親父のあの破壊力によって全ての思い出を消されてしまったっていうね、面白かったです。はい、ということで、かわいすぎクライス8話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、ここから僕の自己紹介タイムになりますので、興味のない方はここで切ってください。はい、自分は世界唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーやってます。普段、やればできる諦めないように伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスしますけども、現在コロナの影響で全く仕事がございません。3月3日までには48連休、4月は仕事1本、5月は4本、6月1本、7月も1本、8月も1本です。現状、9月以降ゼロです。で、10月以降はインボイス制度というものがスタートするんで、さらに収入が入ります。まあそんな中、アニメのリアクション、一生懸命やってるつもりですけども、残念ながら再生数がマジで2桁ばかりで、チャンネル登録もまあ伸びずということでね、これ未だにずっとです。まあ去年の4月の25日に一度メンタルがね、もう粉々になって、もうリアクションやめるという動画出したんですけども、多くの皆様の応援をいただきまして、結局1日も休まず今日まで1159日ずっとやってます。ただ、一昨年の8月18日から、2020年4月頭にかけての約1年5ヶ月分、推定2000本以上のリアクション動画、自ら手で削除させられております。まあそんな悲劇を乗り越えてやってますけども、2009年4月から使っております。14年以上使ってますね。このパフォーマーとしてのチャンネルでアニメのリアクションをスタートしてしまったんで、昨年9月の14日に、改めてですね、パフォーマーとしてのチャンネルを作って分けましたんで、ぜひともそっちの応援もお願いします。はい、毎日19時に1本動画投稿します。 URL を説明文に載っけてるんで、ぜひ1本でも再生していただいて、高評価、チャンネル登録をいただけると大変助かります。はい、さっきも言いましたように、もう現状もずっときついんですけどね、もうほんまにリアクションやめたってしょうがないんですけども、まあ、そんな気持ちをね、気合と根性でぶっ飛ばしながら活動を続けてますんで、ぜひとも応援よろしくお願いします。で、過去のアニメのリアクションは再生リストに作品別にまとめてるんで、こちらもチェックしてみてください。以上、アニメリアクション人ことマジ大道芸人浜田でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、失礼します。